はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。です。はい、今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム5です。はい、昨年末ですね、ライブ配信でこれやりましたね。うん。全くレアが出ませんでした、その時は。はい、なので今回は、もちろんこのギガントガイアとドラシエルシールド、これを狙っていきましょう。はい、4箱しかないんだけどね。うん。じゃあ、開けていきましょう。はい。はい、では開けていきましょう。はい。よいしょ。シール見ないようにしてレイヤーを開けた方がいいよな。うん、パパの一つ目いきます。せーの、ほい。おー、ドラシールやった、やった、やった出た、やった、よかった、うん、おっしゃー、ギガントガイヤ、ギガントガイヤ、アルキュニコーン。あー、ちなみにですね、ジェルヨルムンガンドが出た時にこれはランダムブースターもう一度入荷してましたので、その時に買ったものです。これはね、ギガントガイア、お願いします。あー、ロックユニコーン、ギガントガイア、お願いします。せーの、はい、ジェネエクスカリバー、残念、ギガントガイア出なかった。じゃあ、シールナーズ貼っていきましょう。はい、はい、それでは今回出た一つ目ですね。まずこちらがドラシエルシールドセントラルプレスですね。はい、はい、よかったね、出てね。うん、うん、レイヤーと同じくドライバーのプレスも緑色になってます。はい、続いてこちらですね、アンロックユニコーンクォーターアクセルですね。はい、今回初めてシール貼ってみたけどかっこいいね。うん、うん、アンロックユニコーンはもう一つ出ていて、アッパートランスですね。はい、はい、最後はこちらゼノエクスカリバーバーチカルクローですね。はい、はい、ダブルダブルダブル。そっか、じゃあ4つのうち3つ今回かぶっちゃったんだ。うん、うわ、一つが芯。そうかそうか。じゃあとりあえずドラシエルシールドシュートしていきましょう。はい、はい、それではドラシエルシールドをシュートしていきましょう。進行お願いします。はい、ゴーシュー、綺麗だね。やっぱディフェンスタイプだからね。うん、しかも今回も結構丸に近いベイだからさ、うん、強そうだよね。そうだね。では対決していきましょう。エイシン君はドラシエルシールドセントラルプレスですね。はい、対する私はアンロックユニコーンクォーターアクセルで挑みたいと思います。はい、私はソードランチャーブルーでシュートしていきます。イシン君は前波ランチャー、イシンバージョンだね。うん、はい、じゃあ対決していきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュー、いけ。お、OK、あー、やっぱりスタミナだっけ、ディフェンスだっけ。ディフェンス、ディフェンスか。おー、なに、3、2、1、ゴーシュー、いけ、アンロックユニコーン、角で、角でバーストだ、いい攻撃、うわー、やられたよ逆に。3、2、1、ゴーシュー、あ、しまった、しまった、こうなるときつい。じゃあ刻め、刻め、お、イエーイ。はい、では私ベイ変えますね。ゼノエクスカリバーのバーチカルクローに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュー、ゼノは硬いぞ、どうした、おお、よっしゃー、うそ、よっしゃ、よっしゃ、3、2、1、ゴーシュー、おお、そう、やった、またやったよ、3、2、1、ゴーシュー、おー、強い、うわ、もうすげえダメージだった。でまた私ベイ変えますね。アンロックユニコーンのアッパートランスでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュー、あーっと、こうなるときついね。ちょっとタイプが違うかな。刃、刃で、ね、角で一気に、一気に、よし、4番で刃で一発、一発で、ダメだ、回転数がない。あれ、おお、勝った。3、2、1、ゴーシュー。あ、ちょっと、ちょっと、はい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 。こうなると時給なくなるよ。いや、でも、これでも勝てるからな。さ、これまでの例でいくと。そうだね。うん。何回か当てれば止まるんじゃないの。どうでしょう。ほら、ほら、ほら。ほら、本当だ。真ん中離れて止まるんだ。3、2、1、ゴーシュー。よし、よし、攻撃仕掛けだ。はい、はい、はい。
こうなるとどうなんだろうね。どっちが強い？え、あ、嘘でしょ。あ、嘘。おい、よっしゃ。はい、それでは米書いて、今度は私がドラシエルシールドセントラルプレスでいきます。で、エイシン君がロストロンギンスナインスパイラル。はい、でいきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュ。お、斜めに打っちゃったけど大丈夫かな。お、どうでしょう。どうだった、今低速に打った？多分低速だった。低速だった。じゃあ当たんないと意味ない系でもね。当たんないでも。ああ、ドラシエルの持久が意外とない。うん。3、2、1、ゴーシュ。おっと、おっと、どうだろう。力入る。いけ、いけ、あと、してくれ。当たった。けど、嘘でしょ。おお。ああ、負けるか。3、2、1、ゴーシュ。おっと、かけに来た。あ、とどまった。あ、とどまって耐えるしかないんだけど、受け流してはいるよね、攻撃をね。でも持久がないっていうそう、一回吹っ飛ばされるとダメなんだよね。ああ、やっぱり。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム5でした。はい、ということで今日の動画はもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変ですね。はい、はい、この勝負はどちらが勝つかな。ドンキー。あー、同点だな。同時だ。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。